どうも、なおちんです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。このモンスターが強いらしいんですよね。これ、スライムベースですね。対戦では、何回かしか当たったことがない。多分1、2回じゃないかな。だったんですけども、作ってみたら意外といいかなと思いました。特性がこんな感じ。火のコツと、キーブレイク台。持ってるんですよね。なので、火属性の攻撃がかなり強い。で、さらに、ロケットスタートあるんですよ。なので、攻撃力はもうピカイチだと思います。で、さらに、時々ピオラ。いいよね。で、強戦士持ってるので、混乱は効きません。もうむしろ混乱してもらった方がありがたい。で、1、2回行動ですね。確実に2回以上行動してくれるので、いいんじゃないですか？で、スキルはこんな感じにしてます。剣豪と攻撃力アップ4。で、爆風ガードですね。休み耐性を結構入れてます。はい。まあ、どんな感じか。とりあえず、普通のモンスターと戦って、対戦に行きましょう。それでは、まずモンスターと戦って、どんな感じかを確かめてみたい。攻撃はね、灼熱弾なんだよね。週末の炎を試したんですけども、あれじゃダメだった。週末の炎絶対いいと思ったんだけどね。まあ、灼熱弾で行ってみましょう。でもこっちはいつも通り、ジゴスパーク。いきます。灼熱どれぐらいいく？あ、これ俺がしようとしたやつやん。まあまあまあ、これは強いわな。はいはい。どうだ？悪くないぞ。うん。で、今2回行動だったけども、3回行動する可能性あるからね。うん。あ、ちょっと控え、とりあえず、普通の攻撃して。はい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 。いや、いいよいいよいいよ。強いぞ強いぞ。これちょっと対戦行ってみよう。それでは対戦お願いします。あーなんかね、昨日ぐらいから神様がやたら増えたんだよね。まあまあ行きましょう。身代わりして引くかな。神様の耐性っていうのはようわからんのですね。うわ、効かんか。はい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 、結構きついな。結構きついな。オッケーオッケー。火力はやっぱそんななさそうね。オッケー。3回いけ。もう一丁。なあ。3回行ってくれればね、ものすごい強いんですけども。まあこれは運次第なんですよね、やっぱね。まあ身代わりはします。で、雄たけび行きます。多分、かなり体勢積んでるっぽいですね。オッケー、ピオラナイス。おたけび、引け。よし、オッケー。いいね、いいね。なぜ普通の攻撃をした？いや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 。なぜ普通の攻撃をした？こういうことあるよね。こういうこと要するよね。癒しを使って、おたけびですね。はいはい、あ、神様、このバーストをね、やたらするんだよね。確か特性で、それがあったよね。バースト確率アップみたいなな。おい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 、結構きついぞ。よし。まあ、多分、シャンタクの方が、動きは早いとは思うんだけども。どうだろうね。どうなるかはわからない。よし、ナイス。オッケー。このハッスルダンス、やたら回復するっしょ。はい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 。効くな。このね、バースト確率アップが、ものすごく厄介だわ。うん。で、すごい耐久力あるからね。この10ラウンド目まで
耐久して、で、結局のところ負けるっていうね。よくありがちです。オッケーオッケーオッケー。神様も2、3回攻撃、あ、違う！これバーストしてるからだ。そうそう。ちょっとこれ神様今度作ろうかな。うん。なんかすごい良さそう。その星の贈り物絶対発動するの。100、おい、ほらほらほら。ほらほら。ひどいもん。発動率がエグすぎるもんね。はいはいはい、まあ、ありがとうございました。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。スライムベース作ってみました。いいっすね。いい。うん。やっぱりね、すごく噛み合ってる。火のコツとヒーブレイク台。まあ、ロケットスタートだから、早めにね、戦闘を終わらせないといけないんですけども、まあ、今回は神様でちょっと時間かかったんですけども、普段だったら、まあ、3ターン以内には終わると思うので、もういいんじゃないですか？ただちょっとこの強戦士がね、一度も発動したことがないと思ったら、耐性がね、無効が入ってました。なんかね、休みだけを上げて、混乱を下げるような形にしようかな。で、ちなみに、スライムベース、キラキラがついてるんですけども、残念ながら、これ、賢さです。残念です。攻撃力だったらもっと良かったんですけどね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。